テイストは、アイルランドコーク出身のロックバンド。第二のクリームなどと言われながらも、独自の道を行き、荒削りながらスリリングなライブは評判を呼び、多くのファンを獲得していった。ロック史上最高のギタリストの一人とされる、ロリー・ギャラガンが在籍したことでも有名。1966年、インパクトショーバンドを解散し、ドイツのハンブルクで、 インパクトのリズムセクションと作ったサンピースバンドで、しばらく演奏活動をした後、コークの実家へ戻ったロリー・ギャラガーは、新しいバンドを組むためのメンバーを探していた。ちょうどその頃、64年にコークで結成されていた R&B 系サンピースバンドザ・アクスルズのギタリストがバンドを脱退。代わりのギタリストを探していたメンバーはコークに戻って、来たロリーに声をかけ、セッションをする。 意気統合するが、二代目ギタリストとしてバンドに加わることを拒否したロリーは代わりに新しいバンドを作ろうと持ちかけ、ここにテイストが誕生する。最初のメンバーはドラムがノーマン・ナメリー、ベースがエリック・キットリンガム。初期のレパートリーはカバー曲が大半で、他にロリーの自作曲が少し。最初は、 半分をロリーがもう半分をエリックが歌っていたそうだが、そのうちにほとんどがロリーの曲になっていったという。コークでの演奏活動は制約が多く、音楽家組合の査察がある時には、会場の従業員何人かにタンバリンを持たせたり、キーボードの前に立たせたりして、必要な頭数を揃えるようにごまかしながら活動をするが、ベルファストから、 出張演奏に来たバンドのギタリストの代役をロリーが引き受けたことをきっかけにベルファストへ拠点を移す。ベルファストではバンモリソンラも活躍していたマリタイムホテルのクラブ等に出演するようになり人気を博すようになる。当時、ラドのマネージャーであったエディ・ケネディはテイストの人気に目をつけ彼の広い人脈を活かしてレコーディングをさせ1967年 アイルランド国内のメジャーマイナーレコードから、シングル、ブリスター、オンザムーン、ボーン、オンザロングサイドオブタイムをリリースする。これがヒットしさらに評判となる。イギリスのミュージシャンの前座も務めたテイストは、そこで、クリームのマネージャー、ロバート・スティグートに見出され、マネージメント契約とメジャーデビュートを打診される。レコード会社はポリドール。当時、 テイストのマネージャーにもなっていたエディ・ケネディは、ポリドールとの契約話の後、メンバーに、レコード会社は、リズムセクションをもっと強力なものにしてから、という条件で契約を持ちかけてきたと告げ、ドラムとベースのメンバー交代を要求した。結果、やはりケネディがマネージャーを務めていたチーズというバンドの、ドラマー、ジョン・ウィルソンとベースのリチャード・マクラ・ケントが、新しいメンバーとして加わった。 メンバー交代が告げられたのが火曜で、水曜日には最初のメンバーのフェアウェルライブがあって、次の日の木曜日には新しいメンバーでスコットランドへ行くというスピード交代劇であったそうだ。1968年のことである。テイストは拠点をロンドンに移し活動を始める。すでに旧メンバーでもよく出演していたクラブマーキーを中心にハードスケジュールでライブ活動をする。 1969年、ファーストアルバムをリリース。スティグートの事務所に在籍していたことから、ブラインドフェイスの前座として、一緒にアメリカツアーを回るなどもしたが、マネージャーのエディ・ケネディに、搾取されていたおかげで生活は苦しく、ろくな機材を揃えることができないどころか替えの弦を、買うのも、ままならなかったという。使用していた。 PA 機材もオロリーが小バンド時代に使っていたものだったそうだ。それでも音楽への情熱にも得ていた3人は演奏できる喜びにあふれ各地で熱いライブを繰り広げてはなを上げていった。1970年セカンドアルバムがリリースされる頃になるとメンバー間の音楽的な思考にズレが生じるようになった。やりたい音楽の違いが感情すれ違いを生み、 さらにこの頃、いくらレコードが売れてもクラブを満杯にしても収入が増えないことに我慢の限界を感じていたロリーがバンドリーダーとしてマネージャーに待遇改善を直訴すると、ケネディは他の二人のメンバーにロリーは自分がバンドをコントロールしたいと言ってきた。ギャラは自分が管理して他の二人に支払いたいとも言っていたと嘘を言い、それを信じた二人との間に大きな溝を作ってしまう。 1970年夏には大イベント、ワイト島音楽祭に出演し大喝祭を浴び、セカンドアルバムもチャートインするなど評判は、ますます高まっていったが、バンドは崩壊に向かっていた。ついに10月、ロリーがバンドからの脱退を申し出る。その後解散まで予定の入っていたギグをこなすものの、最後の数週間はステージに上がるのも苦痛であったという。その後、ロリーは、 コークの実家へ戻りしばらくの間静養し、同時にソロ活動のための準備を始める。引き続きエディ・ケネディをマネージャーとしたジョンとリッチーは、スタッドを結成。ロリーよりも先に音楽活動を再開し、アルバムもリリースするが、生活は相変わらずで、ケネディのマネージメントに不信感を抱くようになったのはそれからのことだったという。ありがとうございます。